ハッシュタグのブレイコハッシュタグのブレイクオーすげーエフェクトかかってるよいしょすいはい明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますありがとうございますはい新年一発目1月4日木曜日19時を回っておりますこのハッシュタグのブレイクは上田聖安本清隆そして福地亮が送る上も下も左も上も右も何も真っ掛けないそんなラジオ番組となっておりますはい2回上に行ったねいつもはこんな感じじゃないけど今日意外とテンション高いです安本清隆ですなんでよじゃあ目、目の中に入れても痛くない男福地亮ですよろしくお願いします よろしくお願いします自分で言ったら入りに行ってるやん好きなものいっぱいやっていきます上田聖ですよろしくお願いします変態の名してたやつエロい名してたやつエロい名してたはいということでですねおあもう早速ですけどまさみさんあの今年もよろしくねということでありがとうございますよろしくお願いします声もありがとうございますはいそしてこれなんていうのショウヨウさんから初めてリアルタイムで見れたということでおはい、よろしくお願いいたしますお願いしますありがとうございますブースの中にいるのかねまあ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 ということでですね、はい、あのもう年末一発目でございますよはい、はい、もうね2018年はいということでですねもうねそろそろ年号も変わるんじゃないかということでね平成30年それがねまた昭和みたいにねコロッと変わっちゃうのかな、うん、なんでお前にいたじしてるわじゃあなんでそんなテンション高いの清隆は今日あのね久しぶりだからだラジオがっていうのだしあの沖縄に来て今あのまあ僕東京にいたんですけど、うん、あの2日ぐらいぐらいしか経ってなくて、うんね、帰ってきてからね、うんはいはい、あっちが寒すぎて、うんあのね、こっちが暖かくて過ごしやすいんだよねあーやっぱ寒いあっちあいえ俺がいる期間で雪降ったあーいえあーいえお前あーいえってよかった今途中のあーいえなんだろうねいやもう雪降ったりあのしかもまあ年明けてからじゃないんですけど、うん、あの年末に、うん、あの花園神社っていう、あの歌舞伎町であの芸能の神様祀られてるすごいちっちゃいところがあるんだけど、はいはい、あっちにお参りご挨拶してきて、うん、だお前のこともお願いしてきて俺のこと、うん、あ東京に行くからそうそう東京の地で東京の地で血を洗う世界に、うん、目に入れても痛くない男をよろしくお願いしますっていう感じじゃないありがとうございますありがとうございます、はい、そこでねあのもう年末、まあ、年始始まってからなんだけど、はい、あのね初詣行った行った今日行ったあ行った今日行った今日行ったどこに行ったの僕はね毎年家族で行くんですけど、はい、あの一番近い普天間神宮ああ普天間神宮はいああなるほどなるほどちなみにあのよく見に来てるお客さんがそちらで働いてるらしいんですけどはいはい会いました会ってないね会ってないんかい、うん、人いっぱいすぎてあそうなんだ人のいないところ人のいないところ行ってたから、うん、会ってないねあなんでちょっと語彙炎症会ってないねちなみに寮はどこ行ったの俺は五穀神社あ五穀神社ね、うんはい、大野山のところ、うん、なるほどなるほどもう何願ってきたのいやもう願い事はしてないですよあしてないしてないしてないご挨拶ぐらいご挨拶あの1年よろしくお願いしますあーなるほどねやつだけなんでなんでそこはお願いしないっていうなんか筋が見えるんだけどうんそれは何ポリシーは何そのやっぱあれじゃないあの自分の力でどうにかしないといけないさ、はいはいはい、未来はあ人頼み神頼みはもう神頼み極力
やりたくないっていうか、あ、はいはい、そうそう、最後の最後もし本当になんかこの崖崩れる一歩手前のところで、うんうん、やっと神様にお願いしたら神様も見てくれるんじゃないかみたいな、そこまで取っとこうやつ。なるほどね、崖は行くんだね。何しに崖のあのヘリまで行ってたの？そんな崩れそうな甘い蜜を取りによ生えてたんだ。生えてて、あ、そうそう、それを飲みに、もうきらびやかなあの一輪の花が咲いてたから、うん、この話もういいかな。質問絶対崩れるやつ。もう目に見えてる。このまま行ったら一緒に落ちるやつ。まだ使いたくないよ神田の。結構序盤やつ、早々に使うところだったやつ。でも帰ろうとしたらちょっと引っ張られたみたいな。そうだよね。はい、ということでですね、もう新年、新しい1年を迎えたわけですけれども、はい、はい、ね、ここからどうなっていくんだろうね。ね、ね、またさ、うん、せっかくだから目標立てよ、2018年の、うん、はいはい、前もやらんかった、前回は年内ラストで、ね、年内ラストは今年までに、うん、やり残したことなんだよ。今年までにやり残したことをやるっていう、2017年のうちに何かやるぞってこと。そう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 、うん、僕それだったら結構な大風呂敷広げすぎて2017年中には無理だったよ。あ、違う、なんかその時に覚えてるのは俺の、うん、県外の仕事取るみたいな話だった。はいはい、うん、でもそれあれじゃない、もっと前の話じゃん。あ、もっと前か。そうそう、あ、じゃあごめん、俺記憶ないわ。ここ最近の、うん、ここ最近っていうか本当に年末の、うん、あの最後のラジオの放送で、はいはい、やったよね目標、うん、向こうの、あ、ソファーのところで、そうか、お酒飲んでたや。そう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 、ビール飲みながら、今思い出した。ええ、すっげえ酔っ払う。覚えてないくせにお前手綱握んなよや。いや目標立てんだもん、うん、あれこの道さっきも来たな。さっきも来たなこの道。マジか、俺、うん、ごめん、すっげえ抜けてたわ。やばいな。いや、お酒飲むとね。ちなみに何言ったか覚えてる？全然覚えてない。覚えてないんかい。覚えてないんかい。怖いなお前。ごめん、だから全然覚えてない。あの熱い気持ちはどこに行った？どこに行ったば、泡とともに。泡とともに消えてってるやし。生きるやつだマジ。まあなるほどね。じゃあ一旦俺が後でバックナンバー聞いとくわ。そうだね。まあ僕はちなみになんですけど、はい、アジア県外に行き、ああ、うん、なんかそのリポーター的なことを したいなみたいなのを言ったよ、はい、うん、言ってたね、うん、はい、そうだよ。あれ今日どういうキャラクターなの？あのね、あれなんですよ。はい、どれなんですか？2018年、はい、あれですね、出だしは、はい、肩が痛いですね。寝違い？ね、ざっくりというかもう一言でズバリ言うと、はい、飲みすぎ。ああ、なるほど。これ偉いもんで初めて知りました。はい、何が？飲みすぎると肩にきます。うん、なんでか？人体の不思議。人間飲みすぎると肩にくるんだなっていうのが、あ、なるほどね、あの今ねすごいすごいね、うん、来てるよ。マジ？縦横横ですよ。縦横横、肩こりみたいな。肩こりみたいな感じ。肩こりみたいな感じだな。へえ、なるほどね。年末年始飲んだ？めっちゃ飲んでる俺も。あ、そうなんだ。毎日飲んでますよ。毎日飲んだんだ、うん、もう俺は胃もたれが来てる。来てる。あれここ病院ですか？不調きたしてる。きたすぐらい飲んでるってことだよね。もう胃に来てるやつだなあ。やばい。なんでお前水片手にしゃべってる。そう、俺も水は常に持ってる。そしてまったくもうね。年末は、はい、僕と寮あれですよ。何ですか？カウントダウンライブ行きましたよ。行きましたよ。一緒に。何のカウントダウンライブ？モンゴル800さん、先輩の、うん、うん、先輩の、うん、お前あれだったやし。なんか3つけないで読んでたやし。なんかなんでお前3つけないで読んでるわっつったら、いや3つけるとこの場合は逆に近くなりすぎて、知り合いじゃないのに3つけてる感じが、あ、なるほどね、なんかあれだなみたいな言って、この場合はいっそ呼び捨てにしようみたいな、一ファンとして呼び捨てにしようとか言って、気を割くとか言って、お前やばいな、お前それやばいな。まあでも今はさんつけよ、うん、今はさんつけるね、こういう場ですからね。そう、いやいや、めちゃめちゃ良かったですよ。めちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かった。いやいいな、あのね、うん、沖縄に生まれたことって、うん、こんなにもすごいバーって、うん、あ
思ったね。マジ？うん。あ、そんななんか感じるものがあったんだ。あのね、まあ出ている人たちが、うん、沖縄出身の人たち、アーティストだね。アーティスト、うん、全6組いたんだけど、うんうん、ディアマンテスさん、うん、檜山商店さん、うん、あと、あと HY さん、 HY さん、マジで？カリウシ58さん、うん、ビギンさん、やば。そしてモンパチさん、やばいな。あと、粒マスタード足峰、ね、先輩。あ、これは先輩なんだ。あ、先輩、あの粒さんとか、うん、あの清作さん、うん、裏校の先輩なんですよ自分。あ、そうなんだ。へえ。何代も上ですけど、うん、で清作さんとかは安岡 の、 あの地元の先輩でもある中学校、うん、だからなんか近い感じするんですよね。へえ。うん、っていう自慢話を今ちょっと挟んだだけです。ただ本当に良かったね、あのライブ。よかったね。マジでよかったよかった。修正点作ったの。危ない危ないとこだった。いや、もうすぐ、しかもね、もう飲みすぎっていうからコメントがね、お酒飲みすぎだわとか、のまのまいえとかもなんかすごい、ね、コメントが入ってるんですけどね。パリピがいるな、どっか、はい、まあ、中にパリピがね、あの3人中2人いますからね。そう思う。いや、もうね、そのライブの話、うん、ちょもうちょい続けて。お、全然全然。シマンチュヌタから歌ったんですけど、うん、ま、いや、なんかこの みんなでっていうか、アーティストももちろん歌うんですけど、うん、お客さんもなんか歌うわけ。あ、みんなで、あの、もう口ずさんでしまうわけ、シマンチュヌタから、うん、で、なんか大合唱みたいになってて、やばいな、それ。そうそう、で、ヒーアーサーサーとか、アイの手入れるとことか、うん、指笛とかが入ってるさ、うん、で、それもお客さんがもう自然発生的にやるわけさ、うん、で、もう息ぴったりだっけ、うん、揺れる感じとかも、なんかね、一体感、一体感、やばいな、それ。島がちょっと揺れたやつさ、うん、なあ、揺れた、揺れてたよな、うん、ちなみにどこでやったんですか。コンベンションセンターの展示棟。マジで、うん、超でかいじゃん。超でかい。あのフェスってなんか野外でのフェスはよく行くけど、うん、室内のやつ初めて行って、やばかったね、この反響とか、あ、拍手とか。そうなんだ。人の声とかの反響が、やばかった。俺実は初めてだって、うん、そういうライブに行くのが、うん、すげえなと思って、うん、トリコ、トリコですよね、うん、ハマるんじゃん。ハマる、なんか、あ、ハマる、また行きたい、中毒になる、うん、なあみたいなのは思う。やばいね。でもとにかく素晴らしかったです。でカウントダウンもそこの場所でやったわけ。あ、じゃあもう頭てっぺん越えてもやってたんだ。そうそうそう、マジでやばいな。だからあの2018年の出だしは最高でしたね、うん、ああ、じゃあもうスタートダッシュはもう、うん、あの島が揺れてたと。島が揺れてた。ちょっと膨らんでたもんね。へー、島がやばいね。ちょっと膨らんでたから。何回言うわ、島が。、うん、あれ、まだ酔っ払ってますか。ね、肩がパンパンです。顔も、顔もパンパン、顔もパンパン、顔もパンパンですね。いや、もうね、年、年始早々なんですけどね、3人ともヒゲ面ですからね、うんうん、なるほどね。まあそういったことでですね、あ、モンゴル800さん沖縄だっけということで、そうですね、そうですね、沖縄出身のアーティストでございます。そうなんですよ、はい。しかもね、あ、その間僕はちょっと東京にいまして、あの、やばかったよ東京も。何が。あのね、渋谷、うん、あのスクランブル交差点があるんですけど、はい、もうね、歩けない、うん、もう間とかがなくて、しかもね、満員電車みたいな感じ。確か当たってたらなんか6万8千人があのスクランブルに集まってきたりとか、うん、何しに。カウントダウンパーティーしに。あ、なんかそういうイベントがある。ないないけど、ないけど集まってくるっていう。えーら。でツイッターで見たら、あ、もう、うん、あの日本中のあのカオスな人たちが一箇所に集まったみたいな感じになってて、あのスクランブルが一回離れたら車通るさ、うんうん、そしたらまた交互にわーっていくわけ。あ、ま、この真ん中で、そうそうそう、何かやるってこと。うん、そのイエーイみたいなこと。そう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 。おー、もうね、あのね、やばい、あのやばかった。あの、ね、沖縄の成人式の時の、うん、あの国際通りのスクランブルとどっちがやばい。いやいや、もうあれのね、うん、想像してほしい、あれのね、だから、あの、あれって大体1000人規模さかな。まあだ60倍想像できんやつ。しようとしてないだろ。数字を言われても分からんやつ。お前よ。お前よ。自分で単位出したのに。他には、他にはあとはですね、あの、なんと台湾であった、
はいはい、あの和樹さんっていうね、はい、台湾で舞台監督とかをやっている方があるんですけど、うん、なんと東京で再会しまして、はいはい、一緒に飲みました、はい、どうでした？やばかった。今、うん、武装剣乱舞だったかなっていう 2.5 次元 の、はいはいはい、あの舞台監督をやってるんですけど、はいはい、もうね話がやばい、もう超楽しい。しかも何感想幼稚だなやばいと超楽しいしか言ってないから。いやなんかね熱い話だったからさ、うん、なんか言ってもなんかなんていうのかな、こううまく伝えられないわけ。もうずっと演劇の話ばっかりしてた。そう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 、だからもう役者としてとか何かやるにしたらどういった気持ちでやっているかが重要だって話をしてて、うん、まあ、それをなんか武漢やってる中でやっぱり思ってない、お金だけでやってる人たちを多く感じてしまうらしいわけ、はいはいはい、でもそうじゃない人たちって見たらやっぱりすごいっていう人たちばっかりだったから、うん、もうあの辰彦さんっていうこの沖縄で役者やってて今東京にいる方も、最近長瀬アイランドの主役やってた辰さんにもその話してて、はいはい、で辰さんがいや俺まだ2年目で多分ペーペーなんだけどって話をしたら、いやそんなの関係ないみたいな、その気持ちがあるだけでもう絶対もうそれだけ上に上がっていくからっていう熱い話をしてて、はいはい、しかもね沖縄料理屋でって東京にわざわざ行ってうちなんちゅがうちなんちゅうちなんちゅ2人と、うんうん、ただね年末だったからね、はい、周りがカオスだった。居酒屋なのにさ、あの囲い席っていうの、うん、何囲い席って全然知らない人たちも、だからこういう相席みたいな状態、相席みたいな、はいはい、で向かいの人がさもうベロンベロンに酔ってたよ、男女が、はいはい、もう女の子はもうこんなやって彼氏かどうか分からんけど、うん、あの肩に頭乗っけて、うん、でなんかめっちゃ喋ってるわけ、うん、超気まずかって早くどっか行ってくれんかみたいな、いいなって羨ましいな、いいな、それつまみにな、なあ酒飲めるからな、飲めるば囲い席。あとはですね、あのいろんな人と会ってきました。それこそ V シネで、はいはい、あの仕上げてた女優の方とも、はい、あのお会いしまして、うん、でそこの周りの人たちがもうめっちゃ面白くて、みんな早稲田卒業らしいわけ、うん、はい、だめっちゃ頭いい人たちで、でも変態が多くてさ、うん、なんかあのこうなんだろう、電子機械でさなんか鉄の棒みたいなのがあって、うん、近づけると音が鳴るやつ。あ、テルミン、テルミンか、はいはいはい、テルミンをあの自分で改造して6弦ぐらいテルミンの棒作ってギターみたいに演奏するってやってたりとか、うん、あとはなんかねこの変わった人が多くて、なんかギターめっちゃ弾くんだけど、めっちゃ弾いてなんかいろいろなんだろう、このまあなんていうのかな、どこまで濁せばいいのかわからないんだけど、なんか歯でめっちゃ弾く人がいて、その人がなんか全やりたての学生の時とかさ、やりたての人とか学校に持ってくるじゃん、うん、ギターとか、はいはい、その人たちの、ま、ところに行ってめっちゃ死ぬほど弾いて、でなんか真面目になんだろう、ちゃんと上目指してやらないやつの意味がわからんみたいなことを言い放って帰っていく人たちがいたりとか、急に来てギターバンバン弾いて、うん、説教して帰るでもかっこいい なんかでもなんかのすごい研究、うん、で政府の何かやってるとか、あとソニーで音楽作ってる人だったりとかっていうところもお会いしまして、はいはい、だからねなんかねいい意味で、うん、世の中ぶっ壊れてるんだなと思った、はい、渋谷のスクランブル交差点とどっちがカオスだった？あの内容的にはあっちの方がカオスだった。どっち？あのスクランブルじゃない、あのみんなで喋ってた時の方が、あ世の中の方が、世の中の方がこんな変わった人いるんだって思って、はいはい、もうめちゃくちゃ良かったですよ、はいはい、いい刺激になりました。うん、いいね。なんかね東京行くからね、うん、ぜひぜひねいろんな人と会ってね。そうだね、はい、もちろん人と会うことでなんか始まるからね、うん、いろいろめっちゃ正月モード抜けなさすぎでしょいやすごいよ、ぬくぬくして全然入ってないいやいや、あの車に4つタイヤついてないからねタイヤはつけて、うん、エンジン鍵忘れてきた、うん、ギアは別にいいんだけどさすがにチャリンはつけよチャリンってなチャリンチャリンはい、ということでもう、うん、懐かしい感じがする。年末1週間ぐらい、え何いつ終わったんだっけ前回、28か、28がラストですね、うん、ラストでもう一発目ということですね。一発目、しかもめっちゃ嬉しいね、コメントもめっちゃ来てるわけ、はい、結構ね、早稲田卒エリート変態とか
なんか毎日酒三昧だったのねみたいな、はい、まさみさんだったり翔陽さんだったりっていう方がね、もう多分寮の車輪のなさを見て、うん、多分あそうなんだなっていうのを感じてくれたんじゃないですか、うんうん、そうだね。でも車輪に対してのツッコミも来てくるからね。チャリンって言ってないからね。いやチャリンって言ったよ。言った？うん、チャリーン。おおからのからのチャリーンからの、うん、わお。あれ酔っ払ってますか？いや、あの一曲目いきましょう。ちょっと、はい、一曲目いきましょう。心の傷がすごいから今。わかりました。ということでですね、はい、曲をお聴きください。どうぞ。走ったな。目が覚め窓から差し込む風を受け結んだ靴ひも左足首の願いってなんだっけ簡単な言葉だけじゃなくて伝えきれないことはありふれて結んだ小指に夢を乗せることが夢になっちゃって赤く染まる雲が胸に秘めた気持ちを溶かしてくれたんだああ言葉二人を結ぶ。はい、今聴いていただいた曲は PFAM で緑でした。今っていう時チラッと俺のところ見ないでちゃんと言えたよみたいな、うん、まあこれなんですけど、はい、あの清高がいつも曲紹介の時に、はい、先ほど聴いていただいた曲はっていう、はい、これ今の方がいいんじゃねっていうので、うんうん、OK って言った後、うん、その後口に馴染まないこと海のことし海より馴染んなかったかな。一応さ日本語的には間違ってんの？間違ってはないけど、うん、よりいいんじゃないかっていう あ、 なるほど、ね、あれで、うん、よしじゃあそれにしようぜって話した
してすぐ先ほどって何回も言うさ。それが3回ぐらいあったさ。うん、あったあった。だから毎回曲紹介の時にチラッと俺の方見るんだよねみんなやって思うけど、まあ動画で僕がね、あの曲出しの時とかね、うん、多分俺チラッて見れる動画が見れるはずこれということですね。しかもね、あのチャリンって話したさ、はい、翔陽さんからね、あの絵文字ですけど10円をチャリンしてくれましたよ。はい、ありがとうございます。おさい銭、十分縁がありますよってことですね、うん、はい、ということですね。もう後半戦となっておりますが、それで、あの年末一発目のね企画をする前に、神田聖が何か言いたいことがあるらしいので、あ、なんかなんか危険なふりをするな怖いなでも一個一個気づいたことがあるんですよ、はい、多分怖い怖い怖い、みんなみんな、うん、これあれですよ。何、あっってなると思いますよ。おお、はい、あ、ああ言われてみたらってなると思うんですよ、うん、はい、というと、お正月は、はい、必ず晴れです。これ人生思い返してみてください、はい、お正月に雨ないでしょう、うん、ある雨の正月、雪雨の日に初詣してる経験はめっちゃしてるはいシャットダウンちなみに僕は、待って待ってマジでこれ、うん、俺だけか、俺お正月、うん、今年のお正月も、うん、めちゃめちゃピーカンだったでしょ。今年はすごかったね。あ、そうなんだ。もうピーカンすごかったでしょ。ピーカン、うん、本当に夏かと思った、うんうんうん、あの感じ、うん、毎年なんですよ。おー、いやいや毎年なんですってじゃあなんでじゃあ本当に本当にじゃあ本当に多分ね、あの晴れやかな気持ちが、うん、それこそ天に届いてて、うん、あーあー、なるほどね。そうそう、みんな晴れやかな気持ちさ、うん、正月は、ね、新しくね、うんうん、だから晴れるわけよ。ああ、なるほどね。だから晴れるんだね、うん、お、なんか味方として翔陽さんがないかもはてなってきてますね。ないかも、ほらほら、雨がないかも。あ、お前だけだよずぶ濡れなのは俺だけ晴れてないのかな気持ちが、うん、ごめん、俺ここ何年も年末年始沖縄にいないからわかんないんだ、はいはい、じゃ東京も晴れでしょ。あのね、雪だった。雪は、うん、雨じゃない、雨じゃない、雨でしょ、もう。いや、雨じゃない、雨じゃない、雪は雪でいいさ、うん、またあ、まあ、でも、ね、雪はね、雪も雪でまたよろし、うん、またよろし、またよろし、雨ではない、濡れてはないということで、うん、なんかいいさ、なんか雪正月みたいな、雪正月ってある、雪正月なんかあるさ、なんか雪見大福の CM の時に、はいはい、あの障子のところから覗く庭に雪がパッてあるみたいなのも素敵な正月さ、うんうん、まあ晴れやかだよね。そうそう、晴れやかさ、なんか、うん、なんかどんより曇って雨でびちゃびちゃみたいなことではないさ、うんうん、ほらほらほら、お前だけでよ。いやでも初詣結構濡れてるイメージあるけどな。嘘でしょ、うん、なんか傘とか、傘多いよ。ないないない、嘘、神社傘多いよ、だからぶつかるとかあるよ隣同士手合わせるときに。お前それ1日じゃないだろ、2日とかだろかな。いやいや、そこはそこは貫けよおお、片V説、翔陽さん、うん、片V でよ、お前の上だけ、あのマリオの、マリオのキャラクターでいるやしなんか雷落とすやつ、うん、はいはいはい、変な釣り糸みたいなあれお前の上にあれいるぜ雨降らしてる、片V かそしてまさみさん、大晦日あられ降ったわよって。え、沖縄？沖縄？まさみさんちなみにどちらお住まいなんですかね。沖縄じゃないんじゃない、あられだったら。あられってなんで、粒みたいなやつ？雨と雪のハーフ、うん、あ、なるほどね、濡れた雪みたいな感じ、うん、濡れた雪濡れた雪それどういう表現の、うん、あ、でしょ、あ、埼玉県なんですね。あ、はい、じゃあ、何？あられ？
あられは、うん、いいですよ。あられはあられはいいわ。あられはあられで、うんうん、晴れやからね。またよし。またよろし。そうなんですね。まずちなみに僕滞在埼玉県でしたよ。うん、じゃあ雪なんだ、うん、だから多分一緒の時期だはず。そうだね、寒いからあられのところもあるし、うん、雪のところもあったんだ。もうね寒すぎて大変だったよ。あ8枚ぐらいつけたもんつけすぎだろ気ぶくれやし。いやマジで本当に打たれても、うん、打たれても打たれてもパーカーに羽織物で七転び八起きしても大丈夫だおどういうことですか。わかんないっす最近折れるの早いよな。2018年寮逃げ腰だな逃げるが勝ちそういう感じで、まあね、うん、恥ではあるけどね、役に立つからね後でね。はいはい。あ、なんか聞いたことあるなそれ。あ、ドラマ。あ、ドラマか。うん、ちょ車輪ちゃんとあのナットを締めてもらっていいですか。ちょ今緩んでるんで緩んでる、うん、そろそろ外れそうですけどはい、ということでですね、うん、もう今7時31分は回っております、はい、もう埼玉県もね、沖縄県も、うん、少し今はね、年末年始だから、うん、年末終わったか、年始だから交通量少ないと思うんですけど、うん、お酒の飲み場もね、増えてる状態なので運転にはお気をつけて。で毎回言うんだけど、うん、誰このコメントどこにタンを走ってるの。タンを走ってるの。いやだって聞いてる人たちのためっていうためめっちゃ上から見せるんだいやなんか聞いてる人たちにね、うん、よりよく聞いてもらいたいと。過去な、はい、過去何があったの。何があったの。なんかあったんだろ。いや何もないけど何もないんだ。多分これがねあれなんだす、もう染み付いてるんだす。何これ。これって何。ごますり。ごますり、うん、でもこのコメントはごますりなの。誰にごますってんの。いや聞いてもらってる勝利じゃない。得ごまなんかもう不思議や。げんこつ。お前後でげんこつやつだ。顔むくんでるやつ言われたよ。山田孝之みたいな顔になってるからもうげんこつだなお前。はい、ということですね。ではそろそろね、うん、もうお遊びの時間ですよ最初からずっとそんな色ですけど片や車輪ないし今バチバチに締めてきたから。いや閉まってる。閉まってる。閉まってるから。じゃあやっていきましょうかね。いきますか。はい、ではタイトルコールお願いします。はい、ハッシュタグのしりとり大会お前も毎回そうなんだけどチラッと俺の方見るのやめてタイトル当たってるっていう目で見てただろそれ毎回やってるからね、はい、何でもいいんだけどさタイトルなんて。はい、はい、これは、しりとりを行うんですけど、はい、ある設定を設けて、はい、それを、元に、うん、3人でしりとりをつなげていく、はい、という遊びです。はい、はい、はい、ということですね。もう年末もう大人のね、うん、全力のお遊びでございますよ。じゃあ、シチュエーション決めますか。はい、シチュエーション決めますか。じゃあ、はい、こいついいことあったんだろうな。あー、なるほどね。のシチュエーションで、シチュエーションでしりとりしましょう。はい、わかりました。お前福次郎まさみさんにテンション低くって言われてちょっとエンジンかけて。飲みすぎたんで肩痛い。肩痛い。肩痛いですねもう3人中2人飲みすぎだよ。いいと肩が痛いですはい、全力で遊んでいきたいと思いますよ。はい、こういうシチュエーションは、はい、あ、いいことあったんだろうな、はい、っていうシチュエーションです。はい、じゃあFM 那覇のハで行きましょうかね。ハ行きましょうかね。ハから。じゃあ寮から行こうかな。俺から。うん、はい、こいついいことあったんだな。うん、はい、ハです。ハやばい。ちょっと待って、ちょっと待ってこれダメダメなんでハはダメそれ全部行くだろお前A とかだったら A って言うでしょそれダメなんでよ、めっちゃはい、もう一回。はい、じゃあ何は。はい、はですよ。同じ。 ハート好きなんだよね。あの記号で一番好きだな。長いな一番好きだな。などういうシチュエーションそれ。これもう恋をしてるんでしょうね。あ、普段ハートとか、うん、もうそんな関係ないやつが。どういうことハートとか関係ないやつって何。そいつの口からハートって出てくるはずないし。
あ、この人は男なの女なの？男もうゴリゴリの男。あのウォレットチェーンつけてるやつ。あーあー、ちょっと硬派な硬派な硬派なね感じ。革ジャン着てますみたいな、が急にハート好きなんだよなって言い出した。あー確かに何かありそうだね。なんかハートの商品何か買って、買って、なんでお前ピンク色のハートのもの なんで買ってるのこれって言われて、そうで、これハート好きなんだよな、ハート好きなんだよね好きやみたいな多分なんかプレゼント的なのを選んでたんでしょうね。そうそうそう、いいことあったんだよね。いいことあったんでしょうね、はい、あのね、翔陽、はい、さんからねハートたくさんもらってますよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということですね、ハート好きなんだよな、なです、なはい、なこいついいことあったんだろうな。なんかさ最近ドキドキする。病院行こうかな心拍数が発作がなんかドキドキするんだ、うん、あなるほどね。いやちょっと待って翔陽さん意味深ってでもこれ友達に急に言われたら、うん、なんか相当いいことがあったんだと思う、うんうん、なんかそう想像してほしい。隣でさそんなセリフ吐かれたらさ、吐かれたら聞かざるを得ないさ、どうしたの俺ちょっと疑うな、こいつ、うん、俺のこともしかして好きなんだ。なんでかよそこそこに行く、そう疑うやつ、勘ぐるやつさ歪んでるな歪んでるな。でも翔陽さん神田生徒のなんか思考が似てるよね、はい、不整脈かなって不整脈かなそうなんだ大丈夫か、病院行こうかな病院行こうかなって。あ、まさみさん、安本さん好きだわハートって来てます。おありがとうございます。はい、ということで、ね、何だったっけ、俺なんて放ったってんじゃないなんか最近ドキドキする、するじゃあるる、ルールなんて作っていくもんだよね、これから。なんかいいことあった、ならんわならんやつだ進路指導室です、進路指導室で言われてるます。どういうことその話者は誰の、その話者は生徒ですよ、うん、あ生徒が、生徒が先生にもうお前こんなだからこんなするんだったら、うん、この学校行くんだったらここですよっていう、あ言われるんだけど、うん、もう返す方なで、うん、ルールなんて最初から作っていくもんですよね、これから。しかその生徒嫌やすしかもそれ見たくない、いいことあったかあったんですよ、いらん口叩くなラですラ、ラはいラ、はい、ラ、ラライブに来たみたいだね。じゃあ何がワープしてきたワープしてきてライブ会場に着いた人みたいな何があったの。もうライブの時の多分あの年末の年越しのライブのテンションがまだ俺のこの皮膚に残ってるんでしょうね。その記憶からあの出てきたセリフですよこれは。あだから自分の話です、はあ、あお前あ自分自身のライブに来てみたいだね噛んでるし噛んでるし翔陽さん春季だねまさみさんうち変なこと言うと、いや何も何も全然あの、ね、コメントいただいてありがとうございます、嬉しく思ってますよ。うんってお前もう、ね、清田がいいわっていうのを、はい、俺と亮ももらおう。あはあ、なるほどね、もらうようにすごいの出しますから、すごいの出しますか、うん、ちなみにじゃあ次俺かなんだっけ、ライブに来たみたいだね、ねかね、ね、じゃあ行きますね、ねでねで、なんだっけお題が俺何記憶消失なのさっきまでお前もやってたのに急にいやねテンパってるよ、テンパってるはい、じゃあ行きますよ、あとなんだっけ、あなんかいいことあったんだなっていう、はいはいはい、ねえねえ一緒に実家に行かない、どういうことですかじゃあお前が言うやお前のプレゼンや
実家に行かないとちょっと違ったな。ミスワードだな。もうまずねえねえの時点で軽いイエローカードは出てますから。さっきの俺一番最初のハット同じだ。いや俺ダブルミーニングだから。ねえ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 姉ちゃんともう一つねえねえって呼びかけ、ダブルミーニングですから。完全に後乗せですね。にしてはなんか言い回しがちょっとなんか二度付け二度付けやつさこいつ。おいあの櫛だったら怒られてるやつ。お前怒られるよ。いやもうね。おでも翔陽さん姉って来ましたよ。味方につけてるぞ俺は。ではねそう散々言うんでしたら、うん、あの神田さんね、はい、あの言われたいということだったのでね、あのぶちかましてくれるということですね。では行きましょうか、実家行かないいいでございます。いいね。はい、いい。一番最初だはず。一番最初だはず。どういうことですか。お前だはずはダメだよ。一番最初だはず。あれです、あのどういうこと。あのセール、あーセールの時に、はい、ダイソンの掃除機ですよ。ああもう買いに行ったんです。はいはいはい、うんうん、で、うん、初売り1月1日の9時からなんですけど、はい、もう紅白なんてそっちのけですよ。お並ぶぞって行って、うん、あれ行列やってないやってないのかな、ちょっと不安な気持ちはあったけど、はい、係員の人に、はい、あの1っていう整理券渡されて、はい、今まで不安だった彼女に対して言ったセリフですね。え、あ一番だはずっていう感じです。それあの巻き込んでいってるの。いやもう巻き込んでない巻き込んでない。ああ吸い込んでます。あ吸い込んでます。ダイソンだけに驚きの吸引力。これすごいですよ。だからいいことあったんですよ。これ辛いの食べた後甘いの食べたい理論で、はい、あ待ってやってないのかな初売り、うん、彼女も連れてきてるもんだから、はいはい、巻き込んでるし巻き来てるもんだから、はい、やってないのかなって不安な気持ちにさせといてからの一番、はい、あ限定3台ですから、はい、なるほど。あ確かにね、もうあえて最悪の状況を作っといて作っといて振り幅でもうもバコンっていう持っていくというね、うんうん、あなるほど。テクニックより甘く感じるでしょ、うんうん、甘い。でもねあのね文字で起こしてみるとさ、うん、彼女と初売りデート目的地ダイソンって旗から消えたらすごい。ダイソーじゃないですよ。ダイソンですよ。ダイソン、ダイソン、ダイソンの掃除機。ああまさみさん初売りデートいいなということで、ね、ほら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 、いいなもらった。あ いいことあったんだはず。なんでもちょっと甘がみなの。まだ酔っ払ってるかな。じゃあもうね、あじゃあもう福治療もう いいなって言ってもらえるように最後綺麗に締めていきましょう。はい、師匠で師匠お願いしますよ。師匠お願いします。ズーだっけ。ズーズーズーだよね。ズじゃあいきますね。図鑑コンプリート、イエーイ。全部ゲットしたぜポケモン。サトシサトシだったんだ。はい。はい、これは何、言わずもがなポケモンですよ、ね、ポケモンですよ。いすご全部ポケモンゲットしたから、うん、いいことあったんだはず。もう表にすごい出てるけど、いいことあった感が、もうあの溢れんばかりの溢れんばかりのねいいことがありました、ね、それは伝わってきましたけど、はい、OK ですか。あの翔陽さんそれは嬉しいことだ丸。おいですよね。共感してくれた。ありがとうございます。お前助けられすぎだな、うん、甘やかされてるな。甘やかされてるぬくぬく育ってるな。はい、ということで設定しりとりでございました。はい、ありがとうございます。もうね初日から、初日じゃねえや、なんか第1回目から今年ね、はい、うん、めちゃくちゃねコメントもいただけて嬉しく思います。お茶もいただいてね、コインもいただいて、こんにちは。チャリーン、チャリーンということですね。ありがとうございます。いやーもうね、はい。お、あごめん。あはい、こんにちは。こんにちは。あ、こんばんは。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、なんと知り合いがね、年末年始にね、ガラス越しで
はい、いますけどね。はい、はい、なんかすごいなんかうちみたいだなこの話からしたら。さっきから正月感がすごいよ。うんうん、みかん見えるもん。だどこに？あの机の上に。ああそういうことね。なんだ本当にあるかと思って。お前みかんでテンションめっちゃ上がる。今びっくりした。じゃあ俺さ食ってないんだよ今まだ。何を？だから正月らしいことしてないわけ俺。はい。なんかみんながさカウントダウンイエーイとかやってる中でさ俺あの いとこと兄貴と3人、うん、全員男3人で、うん、あのガキつか見てたわけ、はいはい、で気づかぬうちに、はいはい、あの過ぎたわけ。あカウントダウンを、うん、気づかないうちにもう、そうそうそう、あ過ぎてたんだ。そう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 、同じこと言ったな。だからねあのなんか俺まだね年越したかあんまないんだよ、ね、まだでもう4日過ぎてますよでも、うんうん、ね、だから今日明日ぐらいに初詣行こうかなって思って、うんうん、まだもう出てないんだね。もうもう出てない。あでも初夢を見た。お、うん、何見たの？あのね台本渡されてね、あの明日本番だからって言われて、うん、もう絶望の中舞台に上がるっていう夢を見た。怖っ。しかもね量がね半端ないわけ。台本のセリフ量が？セリフ量もだし70ページぐらいあって、はいはい、でこれ明日みたいな、明日ですみたいな、しかも夜だよ。やばいね。だ必死に読んで覚えようとしても、でももう始まるギリギリまでいたんだけど頭抱えながら出てったっていう夢を見た。やばいね。これ正夢にならないことを願うね。おマジでよ、うん、おリアルに怖い。でも夢ってちょっとネガティブなやつの方が現実ではポジティブなんでしょ、うんうんうん、そうそうそう。なんか俺よくあるのが歯が全部抜ける夢結構見るわけ。はいはい。でもそれって生まれ変わるって意味らしい。お何がどう生まれ変わったの？さあもう語学力生まれ変わってたけどね。え語学力をねあの新しくしたいよね。それは勉強しれ。だからさ東京で会った人たちのさ、うん、あのコメントが超面白くて、うん、だからもうねローテンションでさ的確に突っ込んでくるわけ、はいはい、はあ、俺この俺なんかにないものがあるって思って。いや俺はすごい持ってますけど。いやいや今日もバックパックにドリルめっちゃ入ってますから。その割には違う。いや合わせてる合わせてる合わせてる。バカになってない。ネジバカなってる。ネジバカなってる。ネジバカなったあるな。いやあっても素材はあっても。なったあるなこれ。いやだからねいいなんか刺激でしたよ。うん。でもいろんな種類の人がいて。うん。うん、だからね。しかもね面白いのがその会った男性の人はね、うん、なんだっけ北海道の人で、はいはい、最南端最北端、うんうん、の人と一緒に喋って、しかも同級生だわけ、うん、めっちゃ面白かったその人。なんのこれ。いやコメントが、うん、やばい楽しかった。情報が、うん、情報感想がなんかもう無味無臭やさ。じゃあなんてどういう風に説明したらできんの？それは合ってないから分かんないですけど。いやじゃあ例えば何か説明するときに、はい、どういった説明の仕方をするんですか先生。これものすごい勢いで後ろから刺されたよね。急にこの崖崩れるって分かってるのに、いけいけ、あっちの花の蜜美味しいよ。これ神様に頼んでも無理かもしれない。あの結論から言ったらいいんじゃない？結論から。ほら学校あの大学で論文書くときに習ったのは、うん、結論言って、うん、で内容言って結論を言うと、うん、あのまとまったスピーチができますよみたいな。ああだから、あ結論言って何々説明してだからこの結論なんですよってこと。そうそう。これ誰が言ってるば？どの口が言ってるば？マジでこいつめっちゃ言ってるなって思って見てたけど誰もできてないからな。まあでもね一応文学的にはね、これもう真珠だな。文学的には神田さんに文句は言いませんから。真珠だなこれ。いやもうねこんなもうスタートでございますよ。はい、もうねこれからもね何かお付き合いをねどうぞよろしくお願いします。はい、おまさみさんからハッシュタグ最高と、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ハートマークもつけてね。よかったね。2018年ハート好きだな。うん、あ俺とチェーンつけて俺とチェーンついてるのに。あこれどうしたんですかこのハート。あハート好きだばよ。そうなんだ、前から。あ前から
ね、まさみさん。お前さん、お前さん、お前リスナーさん、今の逮捕です。貼り付けの刑だな、お前。お前ついにここじゃなくてリスナーさんに来やがった。ついにお前一番やったらダメなことしたよ。マジで、うん、禁じ手だったわ。禁じ手だったよ。もうまさみさんいなかったらもうあれだから、ね、もう次しょうようさんに行くんだろう。はい、でもあの聞いていただき誠にありがとうございます。はい、はい、もうしょうようさんもイエーイパチパチということですね。2018年またね新たな一歩をね、うん、踏み出していくんですけれども、はい、何か告知あります？告知はあ僕ありますよ、はい、あのエイカーズグランドマスターの方が、兵庫県のサンテレビさんで、はい、放送が決まりました。よいしょー、イエーすげー、はい、おめでとうございます。はい、もうね公開、放送、うん、オンエアされていきますので、はい、ここからもしねこの電波が、はい、兵庫県その放送圏内に見れる、うん、放送圏内にいる人、はいがいたらね、はい、ぜひぜひ見てほしいなと思います、うん、おー、うん、神奈川に続いて兵庫2軒目ですね、うん、はい、すごいな、はい、いいですね、うん、またねこれ見てね、うん、よりねたくさんの人に知ってもらえればと思います。はい、はい、はい、ということで他には告知は大丈夫です。大丈夫ですかね、はい、はい、ちなみにあそうか、まあ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 今何日だっけ、4日、いつ行くの？俺が東京に行く日、りょうが東京に行く日は、まあ1月のどこかでって感じですね。おはい、出たこのパターン3月だな。この言い回し行くのお前3月だな。感覚人間なんで。ああなるほど、今だっていう、今だっていう一瞬をもうこう逃しません。何かに追われてんの？その感じ顔だけで表現するのやめて。ラジオだから一応声にも乗せて、声めっちゃフラットで、うん、顔だけいってやっていって顔しても一瞬力み、そうだ、はい、まあ、バーンといきますよ、はいはいはい、バーンとね、はい、じゃあその時はまた告知しますのでね、はい、もしかしたら来週いないかもしれないし、あそこも感覚でいくんだ、うん、ああもうね事件にゃ、うん、まあそうなったらそうなったらね報告させていただきます。はい、はい、ということでですね、あとは2月の27、8、9、10、30、31、いや2月ないから、あ2月ないから28までだから。では3月中、初旬までですね、はい、近くの箱というあの舞台を再演いたしますので、はいはい、こちらもね追って情報公開していきますのでぜひ、うん、要チェックでございます、はい、幻の回30、31もある？あるんかな？幻の時空の歪みで、時空の歪みで、あ時差で、時差でないから。世界中どこ探してもないわ。あないの？太陽がぐなんかぐぐるぐるぐるちょっとブルってなったらもしかしたら磁場に変化が起こる、磁場に変化があるかもしれんけど、うん、太陽がブレない限り、ブレない限り、2月30、31はないですからね。はい、こちらも情報要チェックでございます。はい、はい、ということです。時空を超えた男安物気温高橋翔也さん、ありがとうございます。あ、まさみさん来週2人で放送なの、まあこちらもねまだ未確定でございますので、ね、このね発言者がねどこかって言ってるよ。いやこいつ。いますからね。さっきの感じを聞く限り、はい、3月までいます。あ今の感じで10月から行ってるからね。ずっと、はい、ずっと行ってます。ちなみに行ったとしても2月末彼も本番出るんで、そうそうそう、また戻ってくるので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、では19時54分を回ろうとしていますので、うん、今日はここら辺でお別れしたいと思います。うん、はい、ね、2018年皆さんの良い年になりますように。はい、何一個いいですか？はい、コーナー2人もなんか一個持ってきてください。はい、そうですね、今はもう担当みたいになってますよ、ね、俺コーナーイベルよりやったじゃないですか、はい、全部俺発信さ。そうです、ね、なんか持ってきてよ。わかりました、いい、うん、じゃあ宿題にしましょう。お、はい、じゃあそれやろう、はい、次週オッケー、バックナンバーにも残るように、うん、来週僕とあの副治療がコーナーを持ってきます。 OK、 うんうん、なんか
情熱だけは伝わった。オッケーです。じゃあ来週チェックでございますね。はい、まさみさん、しょうゆさんまた来週遊びに来てください。はい、はい、他のね、あの聞いてる方々もぜひね、うん、あの木曜日、毎週木曜日19時から1時間一緒にやっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではまた今年も、いえいえ、お願いします。うん、それでは今年もよろしくお願いします。続けじゃあいけじゃないわ。タイミング全然わからないやつ。また来週今年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。